こんにちは、親横です。こんにちは、カペルミールの磯田です。はい、本日は、埼玉県の飯能市に来ております。飯能、久しぶり。あ、そうですね、久しぶりですね。今年の2月ぐらいに来たぶりかな。そうですね、名古屋さんと行きました、はい、今日はですね、磯田さんとちょっと楽しいチャレンジ企画しようかなと思ってやってまいりました。はい、磯田さん、はい、坂は好きですか？坂は好きな方だと思っております。はい、きつい坂は好きですか？きついのはちょっと遠慮した今日の企画が、はい、今日はね、きつい坂に行きたいなと思っております。はい、はい、ここにね、関東屈指の激坂、うん、根の権現というのがありまして、はい、根の権現までの坂っていうのかな、そこに今日はね行きたいと思います。はい、最大勾配が 28% です。いやー、なんか前大江さんとモグさん行きましたよね。あ、行った行った。その時って24とかぐらいでしたっけ、確か。あ、そっか、確か。じゃあ行けんじゃない。いやー、それプラスまたさらに、ね、ちょっと想像ができないですけど、うん、はい、いつもね 8%10% でキャーキャー言っておりますが、今日は、それを大きく超えて、ちょっとね楽しんでいきたいと思います。はい、では行ってきます。看板が出てきました。ネオ権現。そうだね。はい、着いたよ。着いた。ネオ権現。ネオ権現。竹寺。右がネオ権現で、左が竹寺。はい、スタート前にネオ権現のスペックを確認します。はい、お願いします。距離 3.9 キロ。3.9。はい。標高差305メートル。はい。平均勾配 8.4%。おお。ということは、まあ、スタートが今306メートルなので、ここからゴールまでで613メートルまで。はい。平均で 8.4。それやばいですね。うん。そして、ラスト300メートルがめちゃきつで、うん、そこが勾配が 28%、ということで、まあ、徐々に上がっていくっていう感じですかね。健脚の神様がいるという。強くなりたい。行きますか。行きますか。行きますか。すいません。はい、ゆるゆると。はい、足残しとかないとね。そう、やばいですよこれ。なんか割とさっきまでいいペースでこう大家さんとサクサク、そうサクサク来てたから大丈夫かな。ルルルンの話ルルルンの話、そうですね、そうそうそう、ルルルンの話ね。そうそうそう、なんかちょっとなんか、あ、そうですよね。なんかまず私がパッツを始めた理由なんですけど、いいですよ。いい感じです。目で見てわかる。本当ですか？嬉しいな、それは。なんかあと外に出ること多いじゃないですか。うん、ちょっとこう自転車乗ったりとか、うん。そうすると結構なんかお肌なんか弱ってんなみたいな感じることがなんか多かったので。今年特に紫外線強かったし、ちょっとまだ続けてみようと思います。小屋さんもぜひ。グリルタイアップみたいな本当ですね、何もないんですけど、ただた今もう使ってて今ハマってる。あ、ルルル、いいですよ。 あれ四角クリーム買いました。塗ってます塗ってます、いい感じに。すごいお肌綺麗な人見ると、あ、頑張ってるんだろうなって思って、なんか私も頑張んなきゃなって思いますね。で、きつくなってきました。まだアウターだった。お、私もまだアウターだ。まだ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 落とせない、落とせないぞ。いや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 、ちょっとでもそろそろ落とさないとやばいな。そう、落とそうかな。落としました。1キロぐらい進んだのかな。なんかこれぐらいでちょっとあれですね、森の中に入っていく感じの雰囲気ですね。いや、すごい。そう、路面がちょっと苔がねあるので、走られる方お気をつけください。わ、なんかすごい一気に緑になった世界が、なんか目が喜んでる気がする。緑緑のエフェクターがここか。緑奥のなんか、そうそうそう、なんかありがとうって言ってる気がする。目が緑を入れてくれてありがとう。
いいですね。ああいいですね。川も横を流れていて気持ちいい。ふう、空気が澄んできたね。ね、澄んできましたね。なんか美味しい空気が。おお。素敵なところだった。うん、素敵ですね。なんか今なんだろう、すごいいい場所だって思いました。ね、あと 1.8 キロ。はい、1.8。やった。あと 1.8 か。半分ですね。時間を気にせず味わうヒルクライムもいいですね。ちなみに今何パーぐらい？あ、おやさん、なんか最高も私つけてなかった。つけてもない。ちょっと待ってくださいね。本当に素で味わってた。素で味わってましたね。やばいですね。上が見えてきた。見えてきましたね。上が見えてきた。なんかセンサーの電池がなくなったかな。勾配が出ないな。感じましょうか。何パーかな。10、11、12。ありそうだね。だんだんきつくなってきた。あ、やばい、きつくなってきた。急に。お、大家さんがカチカチ言ってる。あ、ない。バンバンだ。あ、ほんとだ。あと 1.5。 あれ、めっちゃ1.5。 あ、さっき 1.5 キロ。待って待って、奈良美沢。へえ。へえ。そう、すでにこの入り口からそう上がるか。行きますか。よいしょ。今度伊藤さん。はーい、ゴー。まあなんか怪しくなってきたら一回止まって。止まりますね。おー、ここのね、分岐から結構グッときますね。でもまだこれ最大斜度ではないっていう。きついですね、すでにきつい。一回止まるとなんか見にしてるね、ちょっとやばそう。ちょっと、そしてちょっとね、路面が悪い。よかった、上がった。ちょっと慎重に行きましょう。こんなきつかったか。何パーセントかわからないけど 10% は超えてそうな。13って出ました。あ、13。なんか目に見える勾配がバグってきた。なんか映像ではきつく見えないかもしれないけど。なんか夢の中で歩いてる感じ。進まない。今日の磯田さんは上下クラシコです。ちょうどいい季節、今の季節にちょうどいい。20度超えだと ね、 そうですね。短い丈でいいよね。ソックスはグレー。お揃いでした。ずっと 10% 超えだな。です、ね、欲しいですね、これは。これは欲しいよ。もうないよ。お、きつい。きついぞ。おやさん全然参っちゃっていいので。いかないよ。イメージと現実のギャップを埋めるので今必死だよ。筋肉、筋肉、筋肉、増えろ増えろ増えろ、筋肉、入れ刺激。17。19。あった、看板。私は行きます。はい、じゃあ行こう。湯の権現あと 300m。 いいよ、適切な距離取ってるから大丈夫だよ。行けるのかな、行けるのか、きついな。無理や。あ、やばー、これこんなんだったか。あ
はーい。あ、すごい、いった。行けたっけ。なんだ、 100m ぐらい進んで残り200ぐらいのところでゾワゾワするシャドウですね、これは。わあ、よし、こっからは歩きます。あ、大江さん帰ってきた。わあ、ここやばくないですか。ここやばいね。もう一枚、ここやばい。おかしいよ。わかるかな、おかしい、これ伝わんないね、これ。ランカーブで回してはいけない坂だよね。確かに、ちょっとね、こうグネグネしたいところではありますね。いなかったんですね。いやー、ほんとラストだけなんかね。ですね、ここだけです、ね。帳尻合わせが。すごいですね、最後にこう。どうしたの？ドドドドッと合わせに来た感じですね。ソフトクリームのてっぺんみたいなね。本当に最後の9本。マック機がないみたいな。あ、すごいわかりやすい。私たちはね、健脚サイクリストではないのでちゃんと持ってきているのです、スニーカーというものを。それで堂々と地面を歩いて登れる。クリート疲れるからね。そう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 、いいですね。あ、いいですね。あ、最高だ。下山した後のご飯を考えちゃうよね。あ、わかりますわかります。もう今考えてますよ、私も。なんか冷たい、美味しいもの食べて、うん、いいですね。何食べようかな。きつい坂登ってる時一番限界くんのどこ？体でってことですか？うん、あ、心。心。メンタル。そう、今多分なんか怖くなっちゃって降りちゃいましたね。なんか、あ、こけるかもみたいな。なんだろう、多分体は行けみたいな気持ちですね。うんうん、私気持ちが弱いな。そう。いや、でもなんかさ、ね、突っ込んでこけちゃうとね。そう、ちょっと来ましたね。確かに。大江さんどこでした？私ね、腕だね。 あ、腕か。なんかキープするために引っ張っちゃうんで、多分踏む力がなくてキープで引き込むからこの辺がね辛い。あとは心拍がやばいですね。そうですね、確かに。これはちなみにさ、はい、スニーカーでもう一回リベンジしたい？大丈夫？大丈夫です。あ、大丈夫。まあ、自分の足で登ってることに違いないよね。人の手は借りてない。よし、行こう。ゆるすぎるな。いいんだよ、私たちはそういうそういうコンビです。スニーカーいいですね。最高。じゃあ、あと、あと 200もないのかな。ないですかね、歩くだけだ。これさ、さっきのカーブが、ま、多分ピークだと思うけどさ、あれすごいよ。この辺も結構さ、結構きついですよ。きついよね。チャリダーの最終オーディションで来て以来ですかね。よくここをさ、初心者の子たち頑張ったよね。すごいすごい。オーディションですごい。立ち向かうのも怖いよね。本当にすごい。着いた。着いた。やった。日本本源です。すごい。日本杉立派。入ってみるか。雷を取っちゃったから。ね、なんか切れちゃってますよね。ね。注意書いてあるよ。あ、危ない、スズメバチ。あ、休日はうどんとかあるんだね。すごい。米宝、なんていうの、二山飯能七福神。あ、七福神、うん、ってことはなんかあれ七福神の どんなたか一つが
これ健脚の足だよ。あ、ほんとムキムキ。なんか前側の筋肉ついてますね。前側の筋肉ついてますね。そう、前のあのここすねんとこ。そうそう、すねんとこついてます。すごいですね。かやぶき、かやぶきですか。ねえ、すごい。吹き替えてんのかな。すごいな、スカイツリー見えるの。びっくり。ちょうど行ってみるか。足腰の神様。いや、じゃあもうまさにサイクリストは。そうですね、来るべきですねとか言って。よいしょ、これこっちか。お願いします。はい、何をお願いしましたか。お願いされたんですか。いつまでも幸せが続きますように。素敵。何をお願いしました。元気に登れてありがとうございます。確かに間違いないですね。ここに登れててさ、これ以上求めてもね。いや、本当ですね。いや、本当に健康であることが幸せです。金のわらじ。足大きいね。大太郎的な。押しましょうか。2人で撮ってもらうことなんかない。そうですよ、押させてください。メイドの土産になります。いやいやいや、何をおっしゃる。メイドの土産。そうそうそう、いやいやいや、メイドの土産。まだまだ末永くお元気で。はい、ありがとうございます。そんなに喜んでいただけるとなんか恐縮です。ね、そうだね、押しただけですよ。いいね。なんかでもさ、ここ健脚ダメしでもあるよね。ここまでさ歩いてこれたら健脚だよね。結構、ね、いい勾配、うん、確かに挑戦状みたいな、なんか、うん、挑戦状健脚のなんか分かります。お、あ、奥の院スカイツリーが見えるらしいよ。近い近い、行きましょうか。あ、ほんと靴持ってきてよかった。よかったね、これ。あ、ほんとよかったです。結構な勾配ですよ。そうそう、よかったじゃん。ちょうど山歩きたいって言ってた。なんかいい感じ。なんかちょっとこうなんか自転車と山歩きがこう両方楽しめる感じですね、これ。最近ちょっとね、コラボしたい欲がね。そうそう、欲が出てきてました。なんかいいですね。ちょっと走って歩ける山募集みたいな。いや、本当ですね。いや、いいな。お、大丈夫ですか。虫がね、蜂がね。お、すごい、いいトレイルですね、これ。連打は山火事なんです。そうそう、30秒以上。そうなんだ。お、すごい、木に囲われてる。そしてここからの眺望が、おお、標高が 600m とは思えない。スカイツリーが見えるの。霞んでるな今日、ね、ちょっと霞んでますね。一番真ん前になんかさ白く見えるのなんだろうね。ちょっと待って、山のてっぺんみたいなやつ。これはでも見えないな。これちょっと見えないですね、今日。難易度が高い。こんな山奥に来たんだっけ。確かになんか、もしかしたら、おやさん結構ね、登ってましたね。登ってたね。木の中をこう、縫ってね。ね。いや、すごいところにありますね。ね。これ、帰れんのかなってぐらい、なんか、ここどこだろう。どうやって来たっけみたいな。ね、あ、風が気持ちいい。風が気持ちいい。バイクラックがあるということは、自転車乗りの皆さん、手押しで仁王様からここまで OK ということですね。で、ここから入ってぐるぐるぐるっとここを上がっていくよという感じです。スカイツリーがね、冬の快晴時がいいんだな。毛の流れがすごい。やったー、嬉しい。なんか力強いね、味がありますね。メロモンゲンの根の字がいいね。ね、いいですね。そう、こう理解するって言って、うん、ここがなんか素敵ですね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。後ろ姿もいいですね。いいですね。なんて言うんだっけ、これ背中開いてるってこれ。なんだ、シスル、シスル、なんだっけ、なんでしたっけ、忘れちゃった。ちょっとスースーしそう。確かに真夏はいいですね。ね、ここで撮るのが先か、自販機で休みたいのか。自販機に行きたい。自販機に行きたい。磯田、私も行きたい。行きたい。
自販機動いてるのかな、ね、どうですかね、ちゃんと機能してるかな、うん、これだ、ここは八分、はあ、七福神だけどさ、うん、イビス様とか弁財天、寿老人、毘沙門天、福禄寿、布袋様、大黒天、根の権現、すごい、これ牛頭天皇、なんかすごいですね、七福神なのに後ろにいる、あ、そういうことなの、うん、どっちでしょうか、牛頭だから牛頭様こっちっぽいから根の権現様こっちだね、うん、それだ、へ、根の権現って東京スカイツリーと同じ高さなんだ、あ、そうなんだ知らなかった、634、本当の武蔵だ、武蔵、武蔵、へえ、すごいじゃん、ました、ね、じゃスカイツリー登ったのと同じじゃん、見客ですね、見客ですねいや、なんか嬉しいそうなんだ、へえ、知らなかった、オレンジーナって書いてあるね、フィギュアが、どっちだろう、かわいい、どっちだ、どっちだ、真実、おお、よし、イエーイ、いただきます、いただきます、うまうま、魚持った後は美味しいよね、うん、なんか余計染みは染みます、達成感、うん、根の権現の名前で親しまれているが、正しくは大輪山運動院天龍寺と呼ぶ、天長9年の根の年、根の月、根の日、根の国に生まれ、湯殿殿で徳を積んだ根の聖が草吹きの家を建てたところで弟子の衣装商人が成人を祀ったのがこの寺である、徳を積んだ根の聖ってことはお坊さんとかを弟子が祀ったということですか、この杉は延暦10年にこの峰に初めて登った根の大権現が食事に使った杉の箸を刺したのが根付いて大樹になった、箸刺しちゃったね、だからこんなすごい柄なの？え、そういうこと、箸の柄？なんかこう自転車で上がってきたの？なんとか、なんとか、なんとか若い子が上がってこれるんだろうけど、きつかったですよ。ああ、そうだよね。自転車のことやったの。そう。まだ肉体若いから肉体美だから。ありがとうございます。肉体美でなくなったらもう上がれない。いやいやいや、いい乗り物があるじゃないですか。これでなきゃ上がれない。これいいですよ。どういいですよ。雨が降っても大丈夫だし。はい、失礼します。乗ってる乗ってる。乗れてる乗れてる。ディスクブレーキの恩恵を、あ、そういうこと、はい、ディスク、はい、いいね、ディスク、いいですよ、そうださん、数字をさ、うん、数えてほしいの、20まで、はいはいはい、いいですよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、え、グマあるあるなんで、え、そうなんですか、うん、ん、どういうことですか、11からもう一回言って、11、12、13、14、15、歌うじゃん。群馬のらしいよ。埼玉歌わない。11、12、13、14って感じだろ。超楽しそうだなと思って。もうお風呂で言ってましたよ、ずっと。数数えるとき。そうです。玉入れとかも。そうそうそう。あ、そう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 。うん、みんなで先生がね、そう、11、12、13、14。そう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 。みんなそう言うと思ってる。かわいい、ね。言わないんですか、言わない。あ、バイクラックあるんだ。また。嬉しいですね、あると。ね。え、なんかちょっとハイテクじゃん。おしゃれな。何これ。何これ。なんかこんなラック初めて見た。しかも耐荷量110キロだよ。え？ってことは。マウンテンバイクを5台。おお。いいですね。え、うん、何それ？ムーマ？来ますか。地元のキャラクターかな。キャラクター。席を先に。はい、取りますか。あ、結構混んでますね。
ます。いいです。おいしそう。おいしい。お辛い。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 結構下に溜まってますね。麹ジンジャーエール。麹ジンジャーエール。おいしいです。おいしい。あ、ごくごく飲めるジンジャーエールです。おいしい。戻ってきました。はい、戻ってきました。はい、大やけのプロボックスで収録しております。はい、磯野さんがいいペースで走ってくれたので食事の時間がたっぷり取れまして、ありがとうございます。はい、なんていうの、あの店は。おう、そう、 OH って書いて、おう、アワーホーム反応なんでなのかな。うん、おう、はい、ね、そう、ご飯を食べました。はい、サイクルラックもあってよかったですね。うん、はい、ね、うん、自転車乗りも結構入りやすそうな雰囲気でした。うん、はい、さて磯野さん、はい、根の権現はいかがでしたか。根の権現はやっぱ強かったですね。強かった。ちょっとこう倒すにはまだまだこう、うん、ちょっと力不足を感じましたね。そうですね、やっぱり最後の 300m ぐらいからがもう、うん、おってなって、うん、なんかさらに最後の200から200以降がなんかさらにきつい気がして、うんうんうん、ちょっと強いなって思いました。強かったね、あの、うん、このカーブ強かったな。これここね、これなんですよ。そう、あれがね、あのぜひあの関東近郊の中では、うん、屈指の激坂だと思いますので、あの興味を持った方はぜひチャレンジしてみてください。で、自信がないなという方は、うん、あのね、私たちみたいにあのスニーカー持参で行くのがおすすめです。おすすめです。はい、はいはい、それではカペルミュールの磯田さん、何かカペルミュール的なお知らせはありますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、はい、カペルミュールは秋の下取りキャンペーンというキャンペーンを行っております。はい、それがですね、お持ちのカペルミュール製品を、うん、直営店、渋谷ココツ店、大阪グランフロント店、あとは公式のオンラインショップでも一応送料お客様負担でやってるんですけれども、お持ち込みいただくと、はい、1枚につき1500円のクーポン、割引券をお渡ししています。はい、今ちょうど新作ポップが入ってきてるので、うん、皆さん買い替え の、うん、使っていただければなということで、下取りキャンペーンをやっております。1500円結構大きいね。大きいです。めちゃくちゃ大きいです。うん、そうなんです。なんかちょっと新しいの欲しいな、ちょっと古、なんだろう、前持ってるものもあるけど、うん、っていうの、なんかそういうののなんかこう新しいものを買うお手伝いができたらなという、はい、なるほど、やっております。買い替えのチャンスですので、新作ももちろんだし、あの今あるこう私たちのこうクラシコ的なものとか小物とか何買っても OK です。 OK なんですね。はい、だそうですので、はい、あの興味がある方はぜひ、あの、はい、SNS でもシェアしてるのかな。はい、 SNS で、はい、あの詳細ですね、うん、あの細かいあの利用条件だったりとかいろいろ書いてますので、はい、よかったら見ていただければと思います。わかりました。じゃあそのリンクも貼っておきますので、はい、概要欄ぜひご覧ください。はい、はい、ということで本日の激坂チャレンジでした。お疲れ様でした。楽しかった。はい、またなんかちょっと磯野さんね、ちょっと面白い坂とかね、うん、なんか面白いスポット見つけたらちょっと連れて行きたいなと思っておりますので、はい、なんかここいいよっていうのがあったらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。お願いします。ということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。このとこいいなと思いましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとカペルミュールも、概要欄にねババッと貼っておきますのでぜひチェックをよろしくお願いします。では以上です。またねー。